こんにちは、上田元井です。今回はですね、このチャンネルの視聴者さんからいただいたご相談にお答えをしたいと思います。今回は久々に中学生の方からのご相談です。とても丁寧にですね、長文ではあるんですけれども一生懸命書いてくださってますので、まずはですね、僕の方で全て読み上げたいと思います。まあ、視聴者さんの皆さんもですね、ぜひ最後まで聞いていただければなと思います。上田さん、はじめまして。上田さんの YouTube を拝見してこのメールを送らせていただきました。私は K と言います。性別は男です。私は今中学3年で中高一貫校に通っています。今回私が相談したいことは恋愛に関することです。私には好きな女性 M さんがいて、その人と付き合いたいと思っています。相手が自分のことをどう思っているのかがすごく気になってしまいます。その人とはクラスと委員会が同じで、委員会の活動があるときは教室から活動場所まで2人で歩いていました。 LINE はつなぎましたが、つなぎ始めた当初は委員会関連の話しかしていませんでした。最初は私との対面での会話を目線を合わせて笑顔で聞いてくれていたのですが、ある日から目線を合わさず、 LINE もそっけない返事しか返さなくなりました。なんでそうなったのかと思い、自分なりに振り返ってみたのですが、ちょうどその時あることが起きました。 M さんの女友達 S さんが、私が M さんと歩いているのを見て、私が彼女のことを狙っているのではないかと気づいたらしく、私に尋ねてきました。私はそんなつもりはないと否定しましたが、おそらく M さんにも狙っていることを気づかれたのではないかと思います。そこからそっけない態度になったような気がします。私は彼女とプライベートの話をあまりしていなかったので、思い切って LINE で話しました。彼女は基本私に質問はせず、私が投げかけた質問に答えるのがほとんどでした。それでも多少は盛り上がることもありました。後日 LINE でデートにも誘ってみましたが、夏休みは部活で忙しいから難しいと言われてしまいました。その時私はつい感情的になって、虚しい、不誠実だというような暴言を吐いてしまいました。すると相手から長文で冷静な返信をされ、その後何通かやり取りをして、なんとか和解しました。正直何をしているのか自分でもよく分かりませんでした。 S さんに私の M さんへの好意に気づかれ、デートの誘いにも断られてしまった私は完全に避けられてしまったと思いました。そこで私はあえてそっけない態度で接するようにしました。彼女と少し距離を置くべきかなと思ったからです。ただ委員会の移動は変わらず一緒に歩いて委員会の話をしていました。その時は普通に話していました。すると休み時間や放課後によく M さんと目が合うようになりました。あまり自分が目を合わせようとしないので、会う機会は1日に1回か2回なのですが、不意に目が合う機会が増えたのです。ただ思い切って目を合わせようとするとすぐにそらされてしまいます。もう一つ気になったのが、M さんの昼食を食べる速さが遅くなったことです。以前まではごちそうさまの挨拶では食べ終わっていましたが、最近は毎日挨拶までには食べ終わっていませんでした。ただの偶然なのか、それとも恋煩いのようなものか気になります。私はもっと情報が欲しくて、私がM さんを狙っていることに気づいた S さんに相談することにしました。すると S さん曰く、 M さんは私についての話をするようで、デートの話で喧嘩した時は困った様子で S さんに相談していたそうです。
M さんが私のことを恋愛対象として見ていない、見ていないで避けているのか、それとも可能性は低いと思いますが、私のことが好きで避けているのか、どちらかなのかよく分かりません。何か見分ける手段はありますか？また、ごめん避けと好き避けの対処法は何ですか？それぞれ上田さんに教えてもらいたいです。長文になってすいませんでした。よろしくお願いします、という、ご相談です。中学生でここまで、しっかりとした文章を、書けるというのは本当にすごいなと、まず驚きましたね。とても細かく書いていただいているので、状況は、よく分かりました。で、その彼女がですね、M さんが、この K さんに対してどう思っているかのかということなんですけれど、ごめん避けか、好き避けどっちかというご質問なんですけれども、今回の場合はですね、これを見極めるというのが非常に難しいと思います。好き避けする場合はよくあることなんですけれどね、好き避けかそのごめん避けか見分けがつかないっていうことはよくあるんですよね。避ける場合に大きく分けて、3つあります。まず1つ目は、好き避けですよね。好き避けっていうのは恋愛にあまり慣れていなくて、好きなんだけれど意識してしまうがあまりに恋愛に対して怖くなってしまう、その、異性に対して、どうしていいか分からなくて必要以上にこう緊張してしまったりとか、怖くなってしまっているのが、好き避けなんですよね。で、2つ目のその避ける、理由として考えられるのはごめん避けなんですけれど、ごめん避けっていうのは、ごめん、言わないといけない理由があるっていうことなんですよね。直接本人に言うとかそういうことではなくて、断らないといけない理由があるということですよね。例えば行為自体、そのなんか思ってもらえるのは嬉しいんだけれど、私はあなたのことを異性として見られませんよという場合なんですよね。友達としてしか思えません、ごめんね、でその気がないから避けてしまうと言った場合とか、あとは私は、いいと、あなたのことをいいと思ってるんだけれど、例えば家族とか親が反対するから、避けざるを得ない状態になってしまっているとか、あとはやりたいことがある、例えば中学生、学生さんでしたら、例えば部活を一生懸命やりたいから今は恋愛をしている状況ではない、ごめんなさいと思って避けてしまうもあるし、あとは勉強を頑張りたいとか、将来こういうのをやりたいから今は恋愛をしているところではないからということで、明確なその避ける理由があって避けてしまっているといった場合ね、これもごめん避けなんですよね。でごめん避けの場合に言ってくれる場合もあるんですよ。ごめんね、今私は、これこれこういう事情で、恋愛をしているどころじゃないからって言って一回伝えると、それで、諦めきれずに、追っかけてって、なんとかなんとかってやってるんだけれど、その後はもう避けてしまう、もう理由ももう言ったんだから分かってよっていうことで、避けてしまうって言えばいいね。これがごめん避けですよね。理由を言ってくれる場合もあるし、言わずに、よくわからないんだけれど本人の中ではそのごめんっていう理由があると言った場合にごめん避け、あと嫌い避けっていうのは本当に嫌い避けているっていうだけの話だから、これはもう絶対に可能性がないってやつですよね。避けられる場合にこの大きく分けて3つあるんですけれど、そのごめん避けと好き避けっていうのは見極めが非常に本人から直接聞かされた場合は分かりやすいんだけれど、今回みたいに直接聞かされたわけではないっていう場合にごめん避けなのか好き避けなのかっていうのは分かりづらいんですよね。
で、この K さんのご質問にあるように、ごめん酒とその好き酒のそれぞれの対処法はありますかっていうことなんですけれど、ごめん酒で理由が分かってる場合はその原因が解消されるまでひたすら待つということなんですよね。まあ一声かけるとしたら最後に、応援してるよと、なんか困ったことがあったら、いつでも相談に乗るから連絡してきてねぐらいしか言えないんですよね。それ以上のことをやると、相手はどんどん離れていってしまいます。ですから、何も自分の方からアクションは起こさない方がいい。これはごめん酒の場合ね。で、好き酒の場合は好きな気持ちはあるんだけれど恋愛を意識してしまっているから遠ざかっているっていう状態なんで、それなのに近づこうとすればもっと相手は意識するので、もっと離れていくのは当然のことですから、恋愛でその好き先をしているっていう場合は恋愛を意識させないということなんですよね。まあ、例えばですけれど、例えばそうですね、ここにこれお花があるじゃないですか。で、これが K さんのお花だったとしますよね。で、この M さんがこのお花を見て綺麗だなってこう近づいてきたところで、そのお友達の S さんがこれ毒があるんだよ、この花には綺麗だけど毒があるんだよって言って、 M さんはそうなんだと思って怖がって今こう離れてる状態なんですよ。で、その状態で K さんがね、いやこの花は毒なんてないよ、そんな怖いことはないから近寄ってきてよ近寄ってきてよって言ってるんですよ。それを言っても信用できないよね。友達がだってこれ毒があるんだよって言っちゃってるから、それを真に受けて M さんがね離れていってしまってるわけだから、じゃあこれどうしたらもう一回ね M さんが近づいてきてくれるかっていうと、K さんがね誤解だよって言うんじゃなくって、いろんな人たちがこの花の周りに集まってきて、いやーこれほんと綺麗だよね綺麗だよねっていう人が、10人100人1000人1万人とかって来たら、いやいくらねその友達一人がいやこれ毒があるよって言ってたって、みんながねこれいやそんなことはないっていう人が、10人100人1000人って集まってきたら、まあ、そっちの方を M さんは信用できるようになるかもしれないですよね。だから何をやったらいいかっていうと、自分は決して怪しいものじゃないですっていうことを、誤解を自分がその言葉で晴らそうとするのではなくて、いろんな人が自分、これがね例えばっていうことで今花に例えてお話をしましたけれど、これがね K さんのいいところの一つだとするじゃないですか。ただここに対して今疑いをかけられてしまっているんで、もっといいところ、 K さんのもっといいところをもっとない今ないんだったらもっと磨いていくとかね、まあ、それは人間関係、他の人との人間関係でもいいし、まあ、例えば勉強でもいいし、その他何か特技なことを磨いていくでもいいし、もっと他のいいところを磨いてって、もっとたくさんの人が K さんすごいよねとか、 K さんは信用できるねとかね、 K さんとお友達になりたいみたいな人がどん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 こう集まってくれば、 M さんももう一度ねこう興味を示して、K さんのところにこう近寄ってきてくれるようになるかもしれないですよね。だから唯一の方法としてはそういうことなんですよね。俺は決してねそんなつもりはないんだとかね、もっとその M さんのことを知ろうとかっていうのは、それってあくまでも K さんの目線であって、怖がっている人に対していや怖くないよ怖くないよって言ったってもう思い込んでしまってるんだから、それを解くにはもっとやっぱりいいところをこう言葉でじゃなくてね、その行動で示していってあげると、それで、周りからもっともっと、K さんがねこう
すごいっていうふうに思われたりとか信頼されるような言葉でね近寄ってきてっていうんじゃなくて、そういう人間になるということなんですよね。だから今ね本当にこう彼女のことが気になって、いや本当に辛い状況だと思うんですよね。すぐに何とかしたいっていう状況だとは思うんですけれど、今追っかければ追っかけるほど信頼をなくしてしまいますから、だから今彼女はごめん酒なのか嫌い酒なのか自分でも多分よく分かってないと思うんですよね。正直僕もこれは判断ができないです。例えば今日は好き酒なのかもしれないし、明日になったらごめん酒になってるかもしれないし、それぐらい彼女の気持ちは今不安定だと思うんですよね。そこの原因を知ろうとしてもね何にも問題解決にはならないので、だからその例えばごめん酒であっても好き酒であっても、彼女が、もっとねこう K さんのことを振り向かせてこう近づいてこれるようなもっといいところをどんどんこう磨いていくってことなんですよね。その恋愛を意識させずにもっともっと自分のいいところを磨いていく。だから接点があったとしても、あえてその恋愛を意識させるようなことを言ってたりするのではなく、そして、一緒にこう会ったりとか、その印鑑のところまで歩いていく機会があったとしても、彼女に対していろいろこう質問したりとかするのではなくてね、自分がどうやったら自分の価値ってもっとこう高めていけるのかなっていうことを考えて、とにかくそこに集中していくっていうことなんですよね。で、S さんにこれ S さんに聞きたくなる心理っていうのもよくわかるんだけれど、それをすればするほどね、もっともっと K さんの価値が下がってしまうんですよね。それだけ気持ちの余裕がないっていうことをもう M さんに言ってるようなものだからね、それは自分で考えて自分のその価値を高めていくっていうことは自分にしかできないことだから、それをしっかりやっていくっていうことですよね。ちょっとね今辛い状況の K さんにとってはきついことをね僕はちょっと言ってしまったかもしれないけれど、これはですねとっても重要なことで、好き酒をするその人に対してよくやってしまいがちな失敗でもありますからね。今特にこうお若いですからね、まだまだこれから将来の可能性っていうのはありますから、今どういう行動をしていくかっていうことはですね、これから長い長いこう K さんのね未来に関わっていくことですから、こういう時こそですね恋愛早くその付き合いたいとかね、早くこう M さんの気持ちを知りたい知りたいとかじゃなくて、まずはその自分目線になるのではなくて、自分の価値を高めるためにはどうしたら、自分のいいところを伸ばしていくにはどうしたらいいかということを、まずはね考えていただければなと思います。